ウィンターカップ2019兵庫県予選女子決勝戦、市立尼崎対三田翔星の決勝戦です。後半第3クォーターに入りました。得点は35対32、三田翔星がリードで入りましたが、いきなり市立尼崎スリーポイントが決まって同点に追いついています。女子決勝の解説は大和英二さんですが、大和さん、はい、前半の両チームの印象を教えてください。そうですね、1クォーターはやはり一山ペースで、はい、進みました、うん、で2クォーターはどちらかというと三田翔星ペースで、はい、盛り返して、ワンゴール差で折り返したっていうような感じですね、はい、特に第2クォーターは三田翔星がディフェンスをマンツーマンからゾーンに変えましたよね、はい、そうですね、ゾーンに変えてそれが成功して得点もまあ取れたというような感じですね、はいはい、まあ、そういう中第2クォーターは流れをつかんだ三田翔星がリードして折り返したんですが、この第3クォーターであっさり市立尼崎が逆転に成功しています。37対35。さあ、そして一つ気になるのが緑のユニフォーム三田翔星のチームの軸でもある副キャプテンの24番岸本が、山本さん、ファール前半で3つなんですね、はいはいはい、そうですね、まあ、あと一つしてもまあ大丈夫、はい、ね、まあ、もう二つすると退場ということなので、まあ、ただ、ここまで勝ち上がってくるチームなので、はい、このファウルをせずにバスケットをするっていう練習は、うん、多分どこかでしてると思うんで、はい、まあ、大丈夫かなと、はい、そういうふうに見てます。なるほど、はい、三田翔星の黒川に聞きますと、はい、市立尼崎の選手は中でファウルをもらうプレーを、はいはい、うまいんだと、そうですね、いうところでノーファールでいきたいというお話はしていましたが、はいはい、ここまでこの岸本が現状3つのファールをここまでしてしまっています。そうですね、これが後半どう響くか、そうですね、もう一つのポイントになってくると思いますね、はい、岸本選手がファールせずにプレーをずっと続けれるかどうか、うん、これも一つのポイントだと思います、はい、ここまで9得点はチームトップです、24番の岸本。さあ、中の福田に預けてもう一度外、竹内から黒川ドライブインして福田にボールを渡した。合わせですね、ディフェンスファールがありました、はいはい、すごいいい合わせをしましたね、今。完全に対応が遅れてしまって思わず手を出してしまったという市立尼崎、はいはい、フリースローは2本です、はい、こう2本入れたいですね、こう、はい、フリースロー1本目決めてきました。第2クォーターあたりから大和さん、この身長178センチ、福田の存在がゴール下で光ってますよね、はい、そうですね、大きくなってきましたね。初谷文子、昨日この決勝のキーマンに挙げていました。2本目は落としてリバウンドを拾ったのは一山です。さあ、谷口がドリブルで上がっていきますが、ここはボールデッド。白いユニフォーム市立尼崎のボールです。ゾーンですね、三田翔星は、はい、ゾーンをしてます。福田がゴール下に入って少しまたディフェンスの形を変えてきたという三田翔星、フェイクを入れて16番寺崎、綺麗に入っていきました。ナイスシュートですね。2年生の寺崎が決めていきました。39対36。さあ、福田のシュート、岸本がフォローしますが決めきれません。リバウンドシュート惜しかったですね、今、はい、さあ、そして前半振り返っての山本さん、はい、両チームのリバウンドっていうのはどうご覧になってますか。今までは互角だったと思うんですけども、はい、この3クォーターに入って、一山の方がちょっと上回っていきますね、はい、なるほど、はい、三田翔星は178センチの福田、そして175センチの岸本がいるんですが、はい、ここで岸本が4つ目のファールということでベンチに下がりました、はい、こうなりますと大和さん、はい、第3クォーター中はちょっと出しづらいという状況でしょうか。そうなってくると思いますね、はい、まあ、ただもうやはりゲームの流れによっては出さざるを得ない場合もありますね、うん、こちらが背番号24番副キャプテンの岸本です。ここまでチームトップの9得点を挙げていますが、ファール4つ目でベンチに下がっています。
まあ、ただ第2クォーター以降99番の岡村もいい動きを見せてますね、はい、そうですね、リバウンドとかパワープレーとかよくあのシュート入れてますので、はい、そんなに変わらないと思いますね。第3クォーターは市立尼崎がややリードしてここまで展開しています。流れをつかんだのは白いユニフォームの市山、ここもルーズボール拾っています。2年生の寺崎ドリブルで上がってくるっと回ってジャンプシュート、ここは決まりません。さあ今度は三打小生の攻撃です。キャプテンの黒川から中野竹内、リバウンドの争奪戦激しくなっています。あ、一山のファウルですね、はい、うん、福田がシュートに行こうというところですが、5番の尾形、ここで両チーム通じて初めてのタイムアウトを取りました。市立尼崎です。三田小生のタイムアウトです。ここはファールをもらった三田翔征がタイムアウトというのはどういうところがあるんでしょうか。多分ですけども岸本選手が下がったので、それに対してどういう、はい、まあ、守り、どういうオフェンスをしていくかっていうのを指示してるんではないかなと、はい、なるほど、まあ、ということは、はい、それとリバウンドを今取られてるので、うん、リバウンドのこともあるかなと思うんですけども、はいはい、6月の県総体の決勝でも当たっている両チームですが、その時は大和さん、はい、内山がリバウンドを結構取ったんですよね、はいはい、そこで流れをつかまれた三田翔征が敗れるという両チームの対戦がありました。あと岸本選手がやっぱりチームの柱なんで、その選手がベンチに下がってしまっているので、はい、チーム全体の士気、雰囲気も少し落ち気味なので、はい、まあ、それも修正してるのかなと思います。なるほど。三田翔征は創部3年目、3年生このキャプテンの黒川は1年生の時からキャプテンを3年間務めた選手、はい、まあ、他になかなかない経験をさせてもらいましたという話はしていましたが、はい、まあ、決して楽な道のりではなかったでしょうね。そうですね。ウィンターカップ2019兵庫県予選女子決勝戦第3クォーターに入っています。残り7分5秒というところ、三田翔征のフリースローです。スロアーは背番号78番の福田、今日は高さを生かしたプレーが光っています。この福田はスコアシートに残らないような地味なところでチームに貢献したいとこの決勝を迎えるにあたって話してくれました。ここで市立尼崎選手が変わります。背番号14番の富松2年生がコートに入りました。さあその富松がいきなりドリブルからパス、8番の川上から2年生の寺崎、そして外へのパスは通りません。調整ボールですね、はい、第3クォーター流れを掴んでいる市立尼崎ですが、山田さん、こういう一つ一つのプレーがこの両チームですから、はい、そうですね、ターンオーバーが出ると、はい、あのリズムが変わってきますので、はい、さあ逆に流れを取り戻したい三田翔征です。田辺から黒川キャプテン、そして福田は外にいます。岡村から福田、そして外の竹内シュートを打っていきましたが、リバウンドを取ったのは市山です。2年生の寺崎がドリブルで上がって中野、途中から今入った富松にパスは通りません。惜しいプレーですね、はい、ターンオーバーしましたけども、非常にゴール下に切れ込んで、非常に惜しいプレーです、はい、この第3クォーターも両チームに流れが行ったり来たりしている、そういった展開になっています。そうですね、中の岡村ジャンプシュート、ルーズボール拾ったのは三田翔征、黒川がドライブして
外の竹内、田辺がスリーポイント、リバウンドのところ、はい、制限区域内でのファウルがありました。ここはオフェンスファウルです。そうですね。福田選手のファウルになってしまいましたね、はい、左から右に攻めます。白いユニフォームの市立天ヶ崎ボールで試合が再開。2年生の寺崎から4番のキャプテン増田、今日はチームトップ18点を挙げています。ここもジャンプシュート決めてきました。これで20点目、はい、いいシュートですね、はい、キャプテンがチームを引っ張ります。43対37、じりじりと市立天ヶ崎がリードを広げています。ゴール下のボールの奪い合い、取ったのは市山、14番の富松から、8番の川上、そして16番の寺崎、キャプテンの増田から中、5番の尾形、シュート体勢に入った選手に対するファウルがありました。上から岡村が叩いていったんですが、ファールを取られました。フリースローです、はい、戻しますね。そして24番の岸本がコートに帰ってきました、はい、ファール4つここまであるんですが、はい、5つ目のファールを犯しますと、もう試合に出ることはできません。ただこの場面で出すということは、山本さん、サンダ翔征もここで流れを持っていかれないようにと、はい、そうですね、もうここで点数を開けられない、開けられるとちょっと致命傷的になるので、はい、やっぱり踏ん張るために、あの岸本選手を戻しましたね。この第3クォーター、まもなく5分経過というところで、市立天ヶ崎が徐々にリードを広げて8点差。さあ、なんとか流れを取り戻したい緑のユニフォーム、三田翔征ですが、キャプテンの黒川、外側、竹内に預けます。さあ、外に入った岸本、遠くから狙っていきましたが、拾ったのは市立天ヶ崎です。さあ、今度は2年生の寺崎、レイアップシュート、リバウンドの争いは三田翔征です。さあ、黒川が切れ込んでファールはありません。シュートブロックですね、はい、投手が目まぐるしく入れ替わります、はい、さあ、市山がここは時間を使っていきたいところ。富松がドリブルで中に入っていきますが、寺崎が外からスリーポイント、リバウンド高さがあります。あ、しかしルーズボール、はい、拾ったのは市山、ターンオーバーです。ディフェンスファールですね、はいはい、竹内にファールがありました、はい、フリースロー2本が与えられます。今のもスローインですか。あ、スローインだと思いますね、はい、ペイントエリアのところにやっぱり入ってドリブルで入っていって、はい、フレアが起きるとディフェンスのファールになる場合が非常に多いですよね、はい、ここ数年のバスケットボールの傾向でしょうか。そうですね、流れ的にそういう流れになってます、はい、ウィンターカップ2019兵庫県予選女子決勝第3クォーターに入っています。5分を経過したところ、この第3クォーターは白いユニフォーム市立天ヶ崎がペースを握って45対37、リードを8点に広げています。山田さん、はい、この第3クォーターは市山が攻守にわたって流れをつかんでますよね。そうですね、シュートがよく入っているのと、はい、ディフェンスを頑張ってやっぱり走っているのと、その2つですね、はい、なんとか打開したいという三田翔征ですが、はい、ここからはどういうことが必要になってきますか。シュートの打ち方は今、よく入れましたね。シュートの打ち方をやはりどういう打ち方にするかっていうことだと思いますね、はい、特に第2クォーターは中の福田に預けてのシュートというのが目立ちました、はい、そうですね、それも一つの方法ですし、中に一度切れ込んだり、はい、中にボールを渡して外へ出してシュート、うん、この中外のプレーですね、はい、
さあここはボールを奪った三田翔星、連続で得点を重ねていきたいところ。岸本スリーポイント、エアボールになりました。リングには当たりません。24番の三田翔星、岸本はここまでファール4つ。ただ秋谷ヘッドコーチはコートに送り出してきました。ホームから決めてきた一塁側の先、いや今日はキャプテンの増田が切れています。ここまで22得点。今増田選手のこのファールですね、はい、ファールになってしまいましたね。第3クォーターも残り3分4秒です。47対39、8点差。これ以上は開けられたくないという点差まで来ました、三田翔星。そうですね。さあ岸本が遠目から打ってきましたが、これはリングに弾かれました。さあ今度は白いユニフォームの内山の攻撃です。寺崎から中のキャプテン増田、このボールはこぼれました。ターンオーバーですね。ターンオーバーです。はい、チャンスですね、はい、翔星。ここは確実に得点に結びつけたい三田翔星。そうですね。黒川が中の福田へ、福田から竹内、外からスリーポイント、決まりました、ね、はい、さあこのプレーで流れを持っていきたい三田翔星。今のも下から上に上げてシュートを打ったので入りやすくなりますね、はい、まあ、そういう意味では78番福田の存在が非常に大きいという三田翔星です、はい、ただ一山もすぐさま得点を返していきました、はい、差は7点です。両チームこの第3クォーターチームファウルが4つずつ、次にファウルを犯しますと無条件でフリースロー2本が与えられます。さあボールの奪い合いで奪った、一律天崎、ね、16番寺崎入れ込んでシュートを決めてきました。これで寺崎も2桁11点目。黒川から誰を使っていくのか、パスが持ち味という黒川から中、はい、福田、難しいプレーですね今のは。どういうところが難しかったですか。やはりジャンプした後にパスを出しているので、はい、オーバー起こしやすいプレーですね。よく見ましたねあそこにいるというのが、はい、きました、はい、5番の尾形、中に強い選手ですが外からのスリーポイントもあります。今、ね、はい、一山はやっぱ中外両方にこう点数を取れるようになってきたんで、はい、ちょっとこのままいくとゲームが点数が開く可能性がありますね、はい、差は10点に広がりました第3クォーター、はい、このクォーターは三田翔星が3点リードで始まったんですが、はい、流れを掴んでいます。一律天崎、逆にこの三田翔星は外側からのシュートがなかなか決まらないと言おうとしたんですが、はい、岸本がスリーポイントを決めてきました、はい、このディフェンスですね、はい、ここは激しくディフェンスに行きましたが、はい、ディフェンスにファールがありました。フリースローですねこれ。シュート体勢に入ろうという選手にファールを犯しますとフリースローが与えられます。ゴールは決まりませんでしたのでここはフリースロー2本です、はいはい、2年生の寺崎、はい、三田翔星は次のオフェンスが大事ですね、はいはい、このクォーター最後の、はい、最後のオフェンスになるのでどういう終わり方になるか一つのもポイントだと思います。2本とも決めてきました、はい、これでフリースローも5本決めているという寺崎。さあ残り30秒を切りました第3クォーター、差は9点あります。なんとか1本返してこのクォーターを終えたい三田翔星。黒川から竹内、ただ中にはなかなか入れないという状況になっています。黒川テイクを入れて中にドライブしてシュート、リバウンドを拾った、しかし福田シュートまではいけません。
第3クォーターも残り2秒5となりました、はい、5つ目のチームファールなのでここで一山にフリースロー2本が与えられます、はいはい、しっかりと決めてきました。大事なフリースローですからね、はい、一山にすれば本当に日本入れるべきシュートですね。57対47、10点差。さらに2本目も決めてきました、はい、14番の富松。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターは流れをつかんだ市立尼崎、58対47で最終第4クォーターを迎えます。